はい、お待たせいたしました。皆さんこんにちは。メディアインテグレーションセミナーをご覧いただき誠にありがとうございます。本日の司会を担当しておりますメディアインテグレーションの山口と申します。すいませんね、15分今日押してしまいましたが、準備が整いました。ではそれでは早速ですね、本日のセミナーについて簡単にご説明をいたします。ではスライドに切り替えていただいて、はい、今回はですね個人編ということなので、スタジオフォレスタの、森田さんをお迎えしまして、個人向けに非常に便利な、配信機材、それから、プラグイン等々をご紹介いただきたいと思います。で、本日のゲストをご紹介いたします。はい、メインの講師として来ていただきました、森田、義則さんですね。で森田さんはレコーディングスタジオであるスタジオフォレスターを拠点にレコーディングからミックス、ライブ配信、録音、ミュージックビデオ制作などを手掛けておられます。ライブ配信では規模に応じたチームを編成してライブハウスからホールクラスまで中継を手掛け、豊富なライブ録音経験を生かしたライブ作品全体の制作も行っておられます。メジャーアーティストのスタジオライブ中継は国内最多の実績を誇り、今国内で最も音のいい音楽系ライブ配信を手掛けるトップランナーです。近年は企業系のセミナー配信等も手掛け活躍の場を広げておられます。で今日来ていただくゲストのアーティスト、シンガーさんをご紹介します。三ヶ尻まなみさんです。三ヶ尻さんは大分出身、福岡の音楽専門学校に通いながら、路上ライブ、ライブハウスでの活動を始め、2011年に上京されました。2014年シングル愛席をリリース後、コンスタントに作品をリリースされています。現在は多数のオリジナル作品を制作しながら、ネット配信、YouTube をメインに活躍されています。2021年、今年ですね、新譜をリリースされる予定です。で本日のプログラムはこのようになっております。まずですね、映像編といたしまして、 ATEM ミニのスイッチャーの使い方、プロにご紹介いただきます。どんな技が出てくるのか。それから、後半は音編に入りまして、リアルタイムで、プラグインを、かけられるサウンドグリッドスタジオとモバイルサーバーの使い方のヒントを学びます。それから、配信用に USB マイクを使われている方も多いと思いますが、各種 USB マイクを、用意してきましたので、このあたりの比較を実際に三ヶ尻さんに歌っていただいて、比較するというコーナーがございます。そして質問コーナーです。せっかく森田さん来ていただいてますので、プロの現場をノウハウどん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 盗んでください。ここで質問してくださいね。で最後にドーンと、なんと予算5万円をかけた視聴者限定プレゼントを発表いたします。このご応募はですね、実際にこの、生配信を見ていただいている方だけに当たる特典でございますので、ぜひ、ご期待ください。それでは、早速講師の森田さん、説明の方をお願いしたいと思います。画面を切り替えてください。はい、あ、森田です。よろしくお願いします。じゃあまず今回ちょっとあの手元にある、まあ、ATEM ミニエクストリーム ISO をなんとなく紹介します。よいしょ。じゃあ、じゃあこれに切り替えてもらってもいいですか。はい、あのまあなんか詳しい使い方、普通の使い方みたいなのはなんかロックオンカンパニーさんのサイトで大菅さんがなんかあの細かく解説されているので、私はちょっとこうざっくりした部分というか、こういうことできるよっていうのを説明したいと思います。で、あの ATEM ミニプロとエクストリームの違いはこんななんか8つ入ったり、ヘッドホンの出力がついてたりとかが一番大きいですかね。あと出力が2つあって、片方マルチビューにしたり、片方プログラム、両方ともプログラムにしたりもできます。あと USB が2つついていて、
録画と配信に使うことができるんで、この辺がまあ前のエクストリームがつかないものと大きく違うところかなと思います。で、今日なんかちょっと紹介しようと思ってるのは、あの DV 一番下に2つの DV とスーパーソースっていうのがあるんですけど、まあ、なんだそれって話なんですが、簡単に言うと、よくなんかあのセミナーの配信とかでこういう今表示してるパワーポイントに、例えばこれピクチャーインピクチャーで顔を出すことできる、あ作ってないかなこれ今ちなみに配信はトライキャスターっていうのを使っていて、全部 NDI で接続してるみたいなんですよね。まあ、NDI しか入らないトライキャスターを使用しているので、なんでまあトライキャスターは逆にいろんなことができるんですけど、お値段が車が買えるぐらいするので、これあそうそうこういう感じでね、ピンピー、まあこれはなんかみんな簡単に、まあエクストリームつかないやつでもできるんですけど、なんかこう登壇者2人いて画面にパワポ出すみたいな、ちょっとこう凝った感じの画面構成やるのに、 OBS 使ってやってる人は結構いるんですけど、どうしても OBS 不安定だったりするんで、まあ、スイッチャーだけできたら面白いなっていうところで、でそれで使えるのがこのスーパーソースっていう部分なんですけど、じゃあその PNP なくして、まあデモとよいしょ、このは見えね、ここにスーパー SRC ってボタンがあるんですけど、まあちょっと見えないですけどね、ちょっと画角を調整してもらいましょう。すいません、そうそう、ここにそう、ここにあって、これなんだろうって思ってる人もいたと思うんですよ、持ってても。でこれが、まあ、ちょっと押し込んであるんで押すと、まあ、こういう感じで私と山口さんがこうやって、でこういう画面見ながらなんかこうやって、ちょっとなんかね見え方がいい感じになると思うんですよね、洒落てるというか、こうやってでも普通に戻るときは例えばこれで戻ったりで、これどうやってやんのって話なんですけど、ATEM ソフトウェアコントロールというので細かく設定します。場所はこのスーパーソースっていう上から、あパレットのスーパーソースっていうのがあるんですけど、よよいしょ、こうっすね、ここを使ってできます。で、まあ、レイアウトはまあ別にこれプリセットなんですけど、これ別に押さなくてもこのボックスコントロールで、これどんな画面になってるかを見せるのは、そうそう、これでこの今ボックス1っていうのはカメラ1になってるんですけど、これ例えばこうやってるんですね。で、簡単に言うと4つのカメラを同時に表示できて、でかつアートっていうところでここがあるんですけど、ここで入力してる、まあこれもカメラにできるんですけど、今回は画像ファイル、これ何どの画像ファイルかっていうと、よいしょよいしょ、まあこれこの枠が入ってるんですね。これこの枠の部分が10日の PNG で作ってあって、
まあ、それがここに当てはめてやるって感じですね。でこのバックグラウンド、フォアグラウンドっていうのはこの枠を後ろか前かに切り替えるだけなんで、まあちょっとこのはみ出てるのをこれで消せるので、で基本的にはこれでボックスこの中のこの、まあ、3画面合成してるんでボックスを選んでカメラ選んでサイズよいしょこうやって場所とかサイズとかをこうはみ出ちゃったらクロップで調整したりとかして、まあ結構めんどくさいんですけど、まあ、一回作ってしまえばいいんで、でただこれ保存できないですね。なんかこうプリセットでこのでこれ保存はできない、ここに保存する項目はないんですけど、保存は多分あんまりみんな使ったことないんですけどマクロっていうのがあって、よマクロっていう、お見えづらいな、よいしょ、マクロっていうところがあるんで、このマクロをクリックするとよいしょ、こういうマクロを保存できる場所が出てくるんですね。ここでさっきのこの配置とか大きさとかを調整する前にもうマクロ作っちゃうんですね。例えばこれが3つ窓使ってるんで、まあ、例えばなんだろう3ウィンドウにして、これであのこの後に操作したものを全て記録するモードなので、この状態でよいしょ、例えばさっきやってる、まあ、一回ちょっとリセットするとこういう4画面、これプリセットなんでこうなんかぐちゃぐちゃになっちゃうんですけど、ここでもうすごいめんどくさいですけど、もうまず一つずつどんどんこうよいしょこうやってもう数字入れたり、あボックスさんがないと最初ボックス3、この操作画面をちょっと作っちゃおうかな、よいしょ、すんごい地味な作業ですけど、意外とみんなこういう地味に仕込んでるんです。こういうのはもう何時ぐらい前から始めるんですか、こういう作業っていうのは。まあできれば3日前ぐらいからやりたいんですけど、うん、この枠の素材が届かなかったりすると、そうですよね、まあ前日とかになってしまうんで、この本当これ地味な作業なんですけど、はい、めちゃちょっとまあざっくりでいいか、ちょっと一回ざっくりよいしょ、クロップこうやって、ボックスに2画目、あでこう例えばこの大きさなんとなく一緒だよって時はこのコピーってあるんで、あコピーもできちゃう、そうですね、ボックス1をボックス2にコピーってやるともう同じ場所にいるんで縦さえ移動させちゃえばよいしょこういう感じで、はい、大体はまあこんな感じで作りました。じゃあさっきのマクロそのままだから
よいしょ。よ。これでこの保存されたんですね、ここに。はい、で、まあ、いや、これリセットしちゃって。あ、これ間違ったかな。あ、違う違う、間違ってない。読み出すときはこの実行を選んで、まあ、これチェック入ってるか入ってないかはチェック入ってるとクリックするとこういくっていう、チェック入ってないとよいしょ、選んだだけじゃいかなくて再生ボタンこう押さないといかないんで、まあでこのマクロ、この画面上触んなきゃできないとめんどくさいんで、よいしょ、一応ここにエクストリームマクロのボタンが6個ついてるんですよ。でこのさっきのマクロ画面の1から6はダイレクトに叩けるので、なるほど、仕込みさえしてあればハードウェアの方からそうですね、仕込みさえしとけばよいしょ、こんなずれてたとしても、うん、よ、今マクロの位置に保存してあるんで1と押したらスーパーソース押すと入ってるんで、だこれ複数まあ仕込めば、例えば1人枠とか3人登壇者いたら3人枠とか、あとデザインが違う枠にはめ込むとか、そういうのも保存しておける。これは結構なんだろう、むちゃくちゃ高いスイッチャーじゃなきゃできなかったんで、このなんか15万ぐらいですかね、高くてでできるのは結構画期的というか、まあ、逆にセミナー配信やってる人はめちゃくちゃこれいいと思いますよっていう、うん、ところだと思います。あとここにダウンストリームキーも2つあるんで、ただあそう2つあるんですけど、これ後ろの今この枠をメディアのこれ使っちゃってるんで、ダウンストリームキーで出せるのがまあこのメディアだと1つになっちゃってて、なんでまあ可能だったら、まあ、ダウンストリームキーにもう1つはもう1個入れたパワポのやつで黒、まあ、ルマキーとかで抜いてあげるといいかなと思います。はい、すげえ地味な配信でやばいな、これちょっとやってることが地味すぎんだけど意外と使えるとは思うんですよね。これあのこれ別にこういう枠じゃなくても他でもあのマクロだから、マクロすごい使うといろいろできるん でもう一個枠じゃないマクロで便利な機能としたら、まあ、操作全部覚えられるんで、例えばあこれで俺画像を読み込んでなかったんであれなんですけど、例えば毎回終了は同じ画像を出すとか決まり事があったとした場合、画像を出して音をミュートして上のタイトル消してとかを全部ワン操作、そんなことできちゃうんですか。そんなこともできます。あのだからマクロの2にそれを仕込んどいたりとかすれば、マクロもうじゃあバイバイありがとうございましたってやったら、マクロの2にピッて押したらテロップ上の番組タイトルも消し消えて、はい、二重になって音もミュートされるっていうのがもうワンボタン、間違いがなくなる、ね、間違いがなくなるんですよ。だからこう定期的な配信してる人とかはマクロ組んでいくと、まあなんだろうな、ミスも少ないし、変な話、まあ、ちょっと言い方悪いけど誰でも操作できるようになるというか、ここ押してねみたいな。これはだからまあ ATEM ミニプロエクストリームの本当に利点というか、まあ、逆に言うとこれ本当おすすめかなと思います。あのこれはエクストリームじゃないと、マクロは一応機能としては ATEM ミニでもできます、はい、ミニとかミニプロでも、ただまあ表にボタン出てないんで、うん、PC の画面を触らなきゃいけないからちょっとそこが不便かなと思いますね、はいはいはい、結構違いますね、うん、あのはい、まあちょっとこう基本的な使い方は説明しないんでちょっとなんともあれなんですけど、逆に何か聞きたいこととかあるんですかね。そうですね、
このセミナーの途中でもどんどん質問していただければリアルタイムにちょっと答えていけるところもあるかと思うので、はい、ぜひご質問あれば、書き込んでみてください。はい、じゃあちょっと一回、じゃあ画面をツーショットのしてもらっといて、はい、まあ ATEM ミニプロエクストリーム、ATEM ミニエクストリームの使い方としてはまああのこんな使い方できるんでおすすめですよというお話でした。はい、ちょっとなんかはい、はい、これあ、なんか書いてある。そうですね、まず私の方でじゃあご質問読み上げてみましょうか。はい、ぶっちゃけ ATEM ミニ系は絶対落とせない配信とかだとやはり動作の安定性を考えると不安なんですかというご質問ですが、どうでしょうかね。これはそうですね、あの、不安か不安じゃないかって言われたらちょっと不安。なるほど。ただその不安を随分なくすとしたら冷却、とにかく冷却がある程度ちゃんとされてれば落ちる固まることをかなり減らせると思います。ただ冷却されてないと結構な頻度で固まったりとか。あ、そうなんですね。うん、あのかなり加熱すると、はい、まあ、あのブラックマジック製品全般に言えるんですけど発熱が多いと。なるほど。なんで、じゃあ次の質問なんですけど、はい、IO データのだったら iPad でタップでポンポン簡単にできますねと。これはマクロのことなんですかね。あ、なんと IO データのなんかあの iPad で使える。あ、はいはい、でもあれってできることとこれとできることはもう全然違うというか、こっちの ATEM の方が もっといろいろできるので、うん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 、かつ、まあ、変な話こっちは全ちゃんに、フレームレートのコンバーターも入ってるんで、なるほど、まあ、PC からカメラから気にせずつなげられるんですけど、うん、確か IO データのは全チャン入ってなかったはずなんで、まあ、あとあれモニターが遅れたりとか。なるほど、まあ、あんまりおすすめはしてないです。わかりました。はい、具体的なエクストリームの話からずれてしまうのですが、先日のボークのあ、これね、これああいくつかどのような、あ、これのこの質問はちょっと時間が余ったら答えます。そうですね、はい、最後に質問コーナーがあるので、はい、そこでちょっとシステムについてもお伺いできればと思います。そうですね、はい、まあ発熱、あ、こいつの発熱はなんか ATEM ミニよりはあのミニプロとかよりはなんか大きくなって、ファンも大きくなったか、肺気孔が大きくなったか分かんないけど少し少ない気がします。うん、まあ、とはいえやっぱ発熱あるんで、はい、まあ、PC の冷却台とかそういうの乗せた方がいいかなと思いますね。なるほど、はい、うん、そうですね、 ATEM、まあ、あとなんだろうな、ああ、うん、あ、いいか、そんなに、はい、はい、分かりました。まあね、他にもいろんな機能があるんですけど他便利だよみたいな機能ってございますかね。知っとくと便利だよみたいな。ああ、知っとくと便利だよ、あ、そうっすね、なんかあるかな、あ、まあ使い道、これ使い道あんのって思ってる人いるとすると、はい、ビデオアウトがこれなんかいろいろダイレクトにカメラアウトとか、こう手元、あ、見えなくなってた。まああのなんかカメラアウト直接すいません、この辺をちょっとまた画角を切り替えております。この辺映してもらっていいですか。あ、そこです、はい、
ここが、プログラムアウト、アウト1の方の何出すかって選べるんですけど、こうやってマルチビューとかプレビュークリーン、はい、クリーンって何って思う人いると思うんですよね。それでクリーン、この1234はカメラなんですけど、クリーンって何って思う人いると思うんですけど、クリーンっていうのはダウンストリームキーとかアップストリームキーで何か重ねてたりすると、その例えばタイトルとか入れてるとするじゃないですか、はい、でも後で編集で素材として使いたいときにそのタイトル文字いらないってあるじゃないですか、たまに、はい、そうですね。そういう時にこのクリーンをにしといたものを録画の方のチャンネルにしておくことで、しておくことによって、あのタイトルが載らないものが録画できるので、まあ後で素材の使い回しみたいなのをするときにはすごく、あ、だから配信とは別にレコーディングの機能もあるから、そうなんですよ、そこはクリーンにしとくっていう、はい、あのことができるんですね、はい、時に使えますね、このクリーンは、うんうんうん、まあそれぐらいかな。なんかこの便利なって言われると難しいけど、うん、あとは FTB をご質問が来てます。 FTB をよく誤爆してしまうのですが、どういう時に使うのかよく悩めますと。 FTB、 あ、これね、フェードトゥーブラックっていうの略ですね。フェードトゥーブラック、ね、真っ暗になるだけなんですけど、ってこれ本当思うんですけど、ボタンつける必要あるって思うんですよねあのまあ多分終わった時に黒で落としたいっていう時用だったりとか、まあそういう時に使うもんなんですけど、まあぶっちゃけマジでいらないですね。なるほど。あのよくこれをここにプラスチックの蓋とかつけて押せないようにしてる人がいますなるほど、はいはい、皆さんそこはいらないと感じてらっしゃる人も多いのということですね。多いと思います。はい、ところかなまあ、あのこれから A10 ミニ買うんだったらもうエクストリーム一択です、正直。なるほど、うん、あの一番でかいのはこれとヘッドホンアウトがあるんで、はい、やっぱ音のチェックがちゃんとできる、うんうんうん、モニターつなげればいいんでよかったんですけど、モニターつなげなくても音が聞けるのは大きいと思うんで、はい、はい、ありがとうございます。でこんな感じで、今何分経ったのかな、まあ、結構経ってますね。結構経ってますね、はい、じゃあちょっと順番を入れ替えていきます、もしあれだったら。そうですね、ちょっと本当は先に説明したかったやつが、はい、どうでしょうかね、機材の準備的には。ちょっと先にレックの方に行った方が、何かちょっとじゃあこれ、あ、起動した。先に、はいはい、ちょっと業務連絡が入りましたね、はい、あ、じゃあですね、でも先にレックはいけるかな。じゃあ先にレックの方を三梶さんにお願いしたいと思うんですが、マイク比べね、あ、はい、これちょっとでスワップ設定してもらっていいですか、できるみたいですか。でちょっとパスとか、電源自体は大丈夫ね。あ、なんか来た。すいません。ちなみに今あのこれどっから配信してんだろうって思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、実はあのメディアインテグレーションの前にロックオンっていうお店があって、まあ、同じ会社なんですけど、そこの、地下スペースです。で名前が、ラッシュハブと言いまして、今あのプレオープン期間でまだまだ片付いてなかったりとか、機材をこれから調整だったりしていくんですけれども、ここからいろんな配信をやっていきたいなと思っています。で、
なんか告知的な話になってしまいますけれども、今度29日の火曜日の方は、同じ15時から、また森田さんに配信をお願いします。でその時はですねプロフェッショナル編ということなので、この会場に設置されている NDI ベースのそのネットワークを使った映像スイッチング等も解説する予定なので、ぜひその29日の方もお楽しみにしていただければと思います。今回ごめんなさい、個人向けというところで、なるべく一人でワンマンで使える機材中心に選んでますけども、ぜひ業務でやられている方は29日の回の方も見ていただければと思います。で、はい、どんな感じでしょうかね。はい、で今何をやっているかというと、この会場めっちゃコンピューター多いんですよ。僕のプレゼンの Mac、 それから森田さんの ATEM スイッチャーの Mac、 そしてレコーディングの部屋が別にありまして、そこにもまた Mac があって、一体何台 Mac 使ってんだっていう話なんですけど、そのうちの1台を今ちょっと準備しております。少々お待ちくださいね。ちょっと今設定をサポートしてもらってます。すいません、お待たせしてます。で、本当に機材がいっぱいで新しいところも多いので、不慣れな部分もまだまだ多いんですが、これから頑張っていいスペースにしていきたいなと思っています。スペースとしては、はい、すいません、はい、そうですね、スペースとしてはめちゃくちゃ綺麗で広くて、めちゃくちゃ使い勝手良さそうというか、はい、はい、ありがとうございます。なかなか渋谷でねこんなに広い場所っていうのもなくて、そうですね、はい、まさかロックオンの地下に、はい、こんな空間があったとは、うん、はい、そんな感じです。なんか、はい、いけそうですか。いけそうですね、はい、はい、じゃあ、よいしょ、次のコーナー行きましょうか。はい、お願いします。よいしょ、はい、あ、じゃあパワポ出してもらっていいですか。ウェブズサウンドグリッドスタジオとモバイルサーバー、あとデジグリッド IO で何ができるみたいな話をしたいと思います。モバイルサーバー、まず、まあ、デジグリッドスタジオっていうのは、モバイルサーバーとかデジグリッド IO を使うための、まあ何ていうかな、ミキサーソフト、そうですね、管理ソフト兼なんか パッチしたりとか、まあプラグインそこでかけたりとか、そういうのもできるんですけど、一回じゃこの手元スイッチャーの後、あ、これじゃなくてね、ATEM Extreme のアウトの方が、あ、ごめん、俺が間違えた、すいません、はい、はい、出ましたね。そう、これがサウンドグリッドスタジオの画面なんですけど、よいしょ、こういう形で、よ、今 IO デバイス1台、これがサウンドグリッド IO で、これが D、 デジグリッド D だっけな。そうですね、デジグリッド D というものになります。まあ、マイクプリが2つ入ってて、あとヘッドホンアンプ入ったりとかしてるものです。でこの SG ドライバ ー、これがまあ Mac、 この今このつながってる Mac のを掴んでるのかな。あ、これ違うか、これは向こうか、あ、これはね、お手元の Mac で、ね、この Mac かな、はい、になってます。で、あとこのサーバー、はい、これが、モバイルサーバーを認識していて、はい、まあこれは何を表示してる、このちっちゃいメーターが CPU の使用率ですね。はい、今全然使ってませんね、はい、プラグイン使ってないんで、でこうミキサーのセッティングで、まあ、何チャンネルのミキサーにするかも選べて、
無料は8までです。はい、8は、無償で落とせますので、はい、モバイルサーバー持ってた、モバイルサーバーと IO もなくてもいけるのかな。 IO は何かしら、コアオーディオのものがあれば大丈夫です。このミキサーがすぐ使えます。はい、で16ちゃん32ちゃん64ちゃんは、はい、まあ、別売なんですけど、まあ、数万円で買えるんで安いですね。安いです。で私これ64チャンネルの持ってます。でまあ、ここは設定の画面なんですけど、この隣のパッチっていうのが IO をどこにつなぐかみたいな。でこのこれ上から下なんで D2 がよいしょ、 D2 をフロムトゥ、そうだね、 D2 から、あ違うデバイスか、これいろいろできて、ライブレックだったらこの IO からパソコンの方のインプットにダイレクトにつないだりとかできて、このインプットアウトプットっていうところ、よいしょ、インプットアウトプットってところはこのミキサーのインプットとアウトプットの設定なんで、このパッチなんで D2 が今1チャンネルと2チャンネルと4チャンネルのインプットがあるんで、それをミキサーの1から4にパッチしてますよっていう。でこのパソコンからパソコンのアウト、このミキサーに立ち上げることもできるので、その際はこれでこうカチッとやるとパッチができます。でまあ基本的に今日話したいのはこのミキサー画面で、これ全くそのデジグリッドのモバイルサーバーの CPU を使ってるんで、この PC 自体はまあ変なし MacBook Air でもいいぐらいはいなんですけど、プラグインを挿してもよいしょ CPU 負荷が上がらないと、かつ低遅延でプラグイン使えるので、配信の時の例えば声のノイズ取ったりとか、あとは極度音圧上げたりとか、まあ、あと全体の、トータルのマスターのサウンドを作ったりとかは、遅延があんまり ない状態で使えるので、まあ、配信向きという。で例えばこれ今ここにマイクが入ってるんで、これこのアウトはそっちに立ち上がってるんでしたっけ。お、はい、じゃあこれマイクをこっちのマイクに、今デジグリッド D、 手元のデジグリッド D を通して森田さんの声を、マイクは今2本あるんですけど、はい、こっちは配信のミキサーに行ってるんですけど、こっちは手元のデジグリッド D というマイクプリとか合体してるような IO に入ってます。そうです ね、 これね、今その声だけが生きてる、はい、この耳にはこっちも来てますけど、それはいい OK ですね。できたらこっちミュート、あ、はい、あ、 OK です、はい、こっちの、はい、マイクが来てます。よいしょ、はっはっは。でじゃあこの流れで、まあ、何ができるかなんとなく今説明した感じなんですけど、お、ん、なんだ飛んだ今。その流れで、Waves のコンテンツクリエイターオーディオツールキットっていうプラグインセットがあるんですけど、 Waves のそれを使って何ができるのみたいな、まあ本当にこのポッドキャストとかライブストリーミング向けのプラグインが4つ入ってるお得なパッケージなんですけど、上からグレッグ・ウェールズ・ボイス・セントリックっていうのは、これはまあちょっと、まあ、歌う人用だけども、まあ、ボーカルのエフェクト処理が、まあ、ワンプラグインでできるんですが、よいしょ、じゃあ
プラグインとしてこれ入ってるかな。そうこれ全あ大丈夫ですかね。あ NS1 今日このマシンは NS1 オンリー。あそういうことですね。 OK です。じゃあ口頭でちょっと僕も補足したいと思います、はい。まあ、このじゃあちょっと待って、いやこのグレッグ・ウェルズ・ボイス・セントリックっていうのはちょっと画面出せないんですけど、まあ、ワンノブで、ワンノブじゃないか、一つ大きいノブがあってちっちゃいのが 3つぐらいあるのかな。でディレイとダブラーとリバーブがどのぐらいかけるかとかもできて、でワンノブになってるのは、コンプと EQ が自動で処理されます。入ってくる音に対して、どうかけるかみたいな処理ができます。あ今こっちのマイクか、ごめんなさいね。ができます。でなんでまあボーカリストが簡単にいい感じのリバーブとコンプと EQ の処理した音に、まあ、あんまりこうプラグインの処理の細かいパラメータ分かんないよって人でもそのプラグインかけて、まあ、適切な気持ちいい、自分が気持ちいいなって思うようにボリュームつまみ画面上でやればいいだけなので、ものすごい簡単にできます。まあ多分見てる人の中にとってはそんなの使わないよって人いると思うんですけど、でも純粋なボーカリストは多分そのプラグイン細かいコンプとか EQ とかわからないんで、そういう人向けだとは思います。で、あと入ってる NS1 っていうノイズサプレッサーっていうのがあるんですけど、これはまあ配信向きのプラグインで、これは使えるのかな、よいしょ。これになります。でよいしょ、これももうワンノブしかないんですけど、これ何が起きるかっていうと、今ちょっと原因、あこちらあげるか、なんか多分サーって言ってると思うんですよね、配信上聞こえますね、サーって言ってます。このまあ部屋の空調の音とかがするんですけど、これを上げていくと、はっはっ、まあちょっと今極端に言ってこう、ちょっとこのはっはっは、まあゲートっぽいけどゲートよりは反応のいい、反応のいいっていうか、まあ返ってくる音に対しての反応なんで、ゲートはスレッショルドルしか決められないけど、喋り声はちゃんと綺麗に聞こえるけど、もうサーってノイズはなくなってると思うんですよね。本当ですね。さっき聞こえなくなりました。これもう一回、よいしょ。ゼロにすると。結構乗ってますね。これちょっとずつ上げていくと、こんなもんかな、この場所だと。30ぐらいかな、うん、とこんな感じで、なんかまあちょっと結構若干やりすぎると不自然になるんですけど、でも場所がすごい響くとこでも結構声の響き抑えられたりとか、これ違い聞こえてるのかな。あ僕の方で配信のアウトを見て聞いてるんですけど、すごい分かりやすいです。あよかったです、はい、結構だからこのプラグインは環境が良くない場所でやってる時とか、もうどうしてもなんかまあ会社の会議室で配信しなきゃいけないとか、そういう時にこううっすらかけとくことによって、うん、そう、きれいに聞こえる、そう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 、手軽にノイズを消せる。でこれもうまあ一つしかないんで、まあ、どんなノイズもって言い方あれですけど、まあ内部的に、まあ、いろんなノイズ、ここはあんまりローで ブーとか言ってる音はないんですけど、多分なんかゴーとかブーとか冷蔵庫みたいなのが鳴ってる音も消せる。そうですね、割と連続的な繰り返し音みたいなノイズは得意としてますね、はい、うん、機械が出す扇風機の音とか、うんうんうん、うん、そうですね、PC のファン、そう PC とかが近くにあるとパソコンが熱くなってきてファンがふわーって回ったりとかすると思うんですよね、うん、
そうですね。そういう時はこれちょっとかけとくと、まあずっとファーって音をあの視聴者に聞かせなくて済むのでいいと思います。まあ使い方もね、これ一つのワンノブなん でこれ今多分実際こうやって喋ってて遅延そんなないと思うんですよね。だからあのアイソトープさんのやつとかは結構重いんですけど、手軽に使えるというか。でちなみに今回まあこれテストでこっちで使ってますけど、あの配信の方のミキサーの方も NS1 薄くかけてもらってます。かけないと結構もうさーってやっぱ音がするんで、はい、エアコンがいっぱいなんですよこの部屋、うん、なんでまあこのプラグインだけでもまあ価値があるというか、はい。ちょっと他のプラグインも、うん、あの使える機会が用意できたんですけど、お、そうなんですね。どうします？今変えちゃいます。そっちをね、プレイリストライダーとか、うん、ラウドネスメーターは一応配信にも使えるんで、できれば変えちゃいましょうか。はい、はい、そうです、ね、質問を受け付けます。はいじゃあこっちのマイクに、あ、このマイクにしててもらっていいですか。あ、してます。あ、俺の耳に来てないんだけどね、これね。なんか質問ある人は今のうちに答えられる質問であれば何でも答えます。まあ何せウェブスのプラグインはそうですね、今何種類あるのかな、売ってる人間でも答えられないです、正確に何種類あるのか。でそれのまあほとんどをこのモバイルサーバーで動かすことができますね。モバイルサーバーっていう名前だけあって手のひらサイズで簡単に持ち運べるので、外で配信やるとかいう時も便利ですよ。そうですね、あのモバイルサーバー自体はこんな、なんていうの、お弁当箱ぐらいのサイズ。そうですね、立ち上げてるけど、あ、来た、うふう、あ、来た、来ましたかね。あ、待てよ、パッチが生きてるか。おお。これでいってる。あ、いってる。さすがですね。はい。ノイズ消そう。消えました。はい。ああ今音響機材の接続としてはどうなってるんでしょうか。いまいちサーバーを経由しているのはよく分からず。あ、サーバーはまあ外付けの DSP みたいなもんですね。あの UAD とかと変わらないです、あの意味合いとしては。でまあ Mac の CPU を使わないメリットは、まあ、当然やっぱ、まあ、Mac の CPU を使ってない方が遅延が少ないですよね、うん、多分ね。圧倒的に遅延が少ないので、まあ、配信とかで遅延しちゃってと音が合わないとかも起きづらいですし、まあ、あと安定も当然その外に逃がしてる分しているので、まあ、そのサーバーを経由している意味としてはそういうところは大きいかなと思います、うん、はいはい、もちろんあの DSP 使わないで CPU で使ってもいいと思うんですけど、まあ、遅延がちょっとそっちの方が大きいよっていう。そうですね、はい、そのまあ、コアオーディオでもアジオのインターフェースでもあの DAW で録音するときもそうなんですけど、必ずバッファって持たないといけないですよね。その部分がモバイルサーバーだとネットワークでつながってるんで、プラグインに送って戻ってくるときのバッファって必要ないんですよ、うんうんうん、そこがあのレイテンシーが短い理由ですね、うん、あそこですね、もうそれでしかないですね、うん。じゃあ一応さっきのグレッグウェルズも見とこうか。
あ、これ全部のプラグイン入ってるんで全部出ちゃいますけど、グレッグウェルズってどのカテゴリーでしたっけ。確かね、これです。エフェクト1。あすいません、はい、エフェクト1やりがち、慣れてないっていうの丸分かり。あ、めっちゃリバーブかかった。はい、これリバーブかかってる。はい、ダブルアーム入ってる。はい、これで今コンプと EQ だけ入ってます、うん、このピカピカしてるのがまあレベルなんですけど、この光ってるってことはこの処理がされてるってことなので、まあこれ上げていくとコンプと EQ がどんどんまあなんか、うん、まあなんだろう、派手めにかかっていくっていう感じかな。でこの GR 触れてると思うんですけど、これでコンプがはっはっかかってるよっていう、でも声がはっきりしてきて、はっ、ただ別に歌じゃなかったらこのリバーブディレイダブラーを振れば喋りでも使えるっちゃ使える、うん、うん、あの声のレベル稼ぎというか聞きやすい声の、まあ、間違ってこうダブラーとか入れるとなんかこうなるし、ディレイとか入れちゃうとはっはっはっはー、まあね、はっはっ、まあなんだろう、ラジオ番組風にリバーブかけるとかはできるかよいしょ。じゃあこれもかけたままにしちゃいましょうか。でじゃあ、配信に使える、まあ結構いいプラグインとしてはこのプレイリストライダーっていうのがあるんですけど、これはうーん、アザーだったかな、ダイナミクスですって。今度はプラグイン全部入りっていうこんな選択肢が多くなってしまって、すいません。いえ、どこだ、 P あった、これなんですけど、まあパッと見なんじゃこれって話なんですけど、うわなんかかかってるからすごいことになってる、ちょっとこれなんじゃこれって話なんですけど、これはターゲットとなるラウドネス値にレベルを自動的に合わせてくれるソフトで、まあラウドネスラウドネスってよくいろんなところに書いてあるんでみんな気にしてる人は多いと思うんですけど、まあ、ちょっと正直言うとラウドネス関係あるのはYouTube ライブとニコ生ぐらいかな、うん、あとは E プラスとか在庫とか、まあ、他の配信プラットフォームほぼほぼラウドネス計測してないです、うん、はあの出した配信に送った音がそのまま出るようになってるんで、逆に言うとラウドネス気にしすぎて音がちっちゃくなっちゃうとかってもあるので、まあ、正直YouTube とニコ生をやらなければこれはいらないですでも、まあ、YouTube ライブやるんだったらラウドネス値関わってくるので、ただ配信時はラウドネス値自動調整されないので、 YouTube ライブもアーカイブでラウドネス処理されちゃうで、まあ、アーカイブ残す予定があるんだったらこれこういうの便利だと思います。で何ができるかっていうと、設定したラウドネス値に、まあ、音量を合わせてくれる、超えたものは下げてくれる、小さすぎるのは上げてくれる。で YouTube ライブはマイナ14なので、このマイナ14というものを選んであげて、まあ、ここでターゲット決めますね。これは自分で細かくもできるんですけど、 YouTube はマイナ14と言われてます。公式には発表されてないんで。でこのセンス、あセンスはここね、スレッショルドっていうのは何かっていうと、ここを超えた分だけこのプラグインで処理されますよっていう、だから小さすぎるものは無理やり上げたりされない。ただ例えばライブ、音楽ライブとかだとお客さん、あの音楽始まるまではめちゃくちゃ静かなんで、でもそれがこれ反応しちゃうと、もうサワーサワーとかザワザワザワってして音が上がっちゃうんで、それを避けるためにそれに反応しないようにするこのスレッショルドを調整してあげる。今で言うと、
なんかすごいザーって、よいしょ、こうか、ロザイ、あ、やばい、めっちゃ、マイクインプットとかに使っちゃうと強引にねなっちゃうんでね、レベルがね、ちょっと変わっちゃうんで、あんまりマイクでマスターなのかな、グループなのかな、そうですね、配信のマスターに使う方が、使うプラグインなんで、もともと、あ、多分ねこれで大丈夫なような、あ、でもやっぱ上がっちゃうんだな、そうね、ちょっとこれで使うものではないね、チャンネルにね、ごめんなさい、よいしょ、あの、まあ使い方としてはマスターで、まあ、うん、まあ今ちょっとこう結構極端に変わるの、まあ、聞いてると分かるんですけど、正直あんまり音楽ものを何回か使ったりしてるのを聞いてる限りはちょっと違和感出やすいかなとは思ってます、うん、あの、なんで本当うっすらかけるとかしないと、なんだろうな、抑揚がなくなっていくというか、うんうん、あのこれターゲットは本当に個人向けなんですよね、プラグイン開発された、うんうん、だからきちんとワンマンオペレーションではなくて、音響のミキサーさんがいらっしゃるときはその方にお願いした方がいいのかなと、うん、あくまで手が足りないとき用のレベル合わせ通分みたいな、ね、ラウドネス合わせ通分みたいな、ね、ワンオペでスイッチングも音もやってっていう時に、うん、音のレベル見れないっていう時に使うプラグインかなと思います、うん、あ、そうそう、 BGM、うん、そうね、映像ソースの音源チャンネルに挟んでおくと便利そう、そうそう、確かに、あのいろんな映像を流す時とかに映像の音量レベル調整してない時とかに、あのいちいちレベルこってフェーダーで上げ下げしないで済みます、はいはい、そういう意味で言うと、映像入ってくるチャンネル、映像のチャンネルに差しとけば大きい映像もちっちゃい映像、まあ適正のレベルのラウドネス値で合わせてくれるんで、そういう使い方には合ってますね、確かに、まあ、うん、そうですね、説明があんまりできないのは、まあ、普段使うことがないすいません、すいません、今回は個人向けということ、そうですね、ちょっとプラグインの紹介をお願いしちゃいました、普段ちょっと使ってないのは、はい、結局音は音で調整する人がいる仕事の方が多いので、うん、そうですよね、はい、あのなんでちょっとね説明がしず、あのごめんなさい、こうちゃんとできない、あ、これだ、こうなっちゃう、うん、なのでちょっと本当申し訳ないですけど、ただ、まあ、使いこなせばかなりそのお任せできるというか、うん、プラグインに、なんでワンオペが好きな人はぜひ使ってみてください。でもう一つ、ラウドネスメーター。これは確か、アザーになっちゃうかな。これです。これですね。これはメーターの方から入ってんな。このキットにはこのプラスじゃなくてメーターって方なのかな、入ってる。そうですね。これはまあ単純にラウドネス値を見るプラグインなので、さっき言った YouTube とかニコ生やってる時、まあ、以外は気にしなくてもいいけど、まあ立ち上げとけば、なんかこう、なんだろう、今の、今回の配信の全体の音量感とかの確認にはなると思うんで、あの、数値で見えるっていうのはそういうメリットがあると思うんで、覚えておくといいと思います。
で、まあ、まあ本当メーターなんで何とも設定する場所そんなないんですけど、まあそうですね、うん、あのプリセットに入っているのが各国 の、 あの放送局の規定だったりとかしますけどね。最近のバージョンだと YouTube 用も入ったのかな。そうですね、ネット、 あったあった、そう YouTube、はい、Spotify っていう、そうターゲットよいしょ、うん、まあ、それに沿ってるか沿ってないか、まあ、そうですね、それを、まあ、警告が出るか出ないかのポイントを変えてる、う、ね、うん、はい、まあ、これは音質を変えるプラグインではないんで、まあ、全くないですね、はい、はい、そうですね、ちなみにプラスっていうのがついてるとリミッターがついてるんですよね。トゥルピークリミッターがプラスの方がついてますね、うん、まあちょっとまた違うんですけど、なんでまあどうしてもラウドネスなんかこう配信プラットフォームでラウドネスを気にしなきゃいけないときはこれを立ち上げながら確認するのはいいかなと思います。そうですね、よいしょ、4つのプラグインとしてはこんな感じなんですけど、まあ、ついでにそのラウドネスの話っていう意味で言うと、うん、あの YouTube ライブでラウドネス値どうなってんのって見ることができて、あの YouTube のあの今見てる画面をコントロールクリックするとこういう詳細統計情報っていうのが出せるんですね。でよいしょ、ここの見なきゃいけない場所はこの丸で囲った部分なんですけど、まあ、上はまあ今送ってるフレームレートとか、まあ、出てるフレームレートとか表示されてるフレームレートが出てて、下のボリュームノーマライズってところがラウドネスを表示してる場所なんですけど、これ何かっていうと 100%100% っていうのは元上がってる映像の音量は 100% のものが 100%、まあ、100% 出てますよっていうこと で、 でこの横のコンテンツラウドネスマイナス 7.1 っていうのはあのマイナ 14LKFS より 7.1 デシ低いですよっていう、そのこのコンテンツ自体がこれあの自分の喋った時の番組のラウドネスのを見たので、やっぱ喋りはどうしてもちょっと低くなりがちなんで、うん、この値なんですけど、音楽のライブものとかだと、まあ、これが限りなくゼロに近いかプラスになってる時もあって、うんうん、プラスになってる時はラウドネス値を超えてることになるんで、はいはい、そうするとこの横のなんだろう、ね、100% っていうところが 80% とか 70% とかになってて、うん、いわゆる下げられてるっていう、下げられてるんですね、表示の表示になるんで、まあ、自分が過去に YouTube ライブとかでやって、まあ、アーカイブで見た時にそれがプラス表示になったりとかパーセンテージが 70% とか 80% になってる時はまあ大きすぎたよっていう、うん、で実際下げられてるよという、はい、なのでまあ理想はこの 100% のまんま、うん、でコンテンツラウドネスもまあプラマイ1ぐらいに収まってると、まあ、理想かなとは思います。これ YouTube 側で機械がさ多分ね下げてるんだと思うんですけど、そうですね、自動的に、うん、単純に全体のレベルを落としてるんですかね。あのそう全体的なレベルを下げてるんですね。コンプレッションとかではない、コンプレッションじゃなくてもう原因ですね、うんうん、なるほど。なんで、まあ、ちょっとその辺は結構超えちゃうともったいないなと思います。もったいないですね、はい。でよいしょ、まあちょっとウェーブズじゃないんですけど、あの、まあ、多分みんなねフリーでラウドネス見れないのって思う人いるんで、この有連ラウドネスメーターっていうのを使ってる人配信で多いんですけど、ラウドネス見るだけだったらこれを使ってる人多いです。ちなみに言うと、で特にこれをどこのラウドネスを見るかっていうと、配信してる、実際配信してる番組を見てる、ページの、視聴用の PC の
オーディオのアウトプットにこれを挿し、まあ、挿してというかアウトプットをこれに入力して、うん、なるほど、実際配信されてる音がどんなラウドネスになってるかなとか、うんうん、でこの横のなんかグラフっていうかなっていうのは時間経過とラウドネス値なんで、まあ、これが大体あこのぐらいで推移してんだなとか、でこれは他の番組見たりとかすると分かると思うんですよね。あこの番組結構大きいなとかちっちゃいなとか、そういうの、まあ、勉強するためにもこう目で見といて、あこのぐらいで目で見て音で聞いて、あこのぐらいの音量感だったらちょうどいいんだとか、まあ、そういうのの、これはプラグインですか？これはねプラグインじゃなくてソフトウェア、単体のソフトウェアなんで、はいはいはい、なんかもう Mac だったらなんかバックホールとかっていうその内部ルーティングが音声できる、うん、まあ、それもフリーなんでそれを使うといいと思います、まあ、使ってる本当に配信の人多いですね、これ。なるほど、はい、そんな感じで、じゃあ前のカメラに戻してもらって、はいですかね。次のコーナーに行きましょうか。はい、ありがとうございました、はい、でまあプラグイン編ということだったんですが、このモバイルサーバー、そうですね、10万円をちょっと超えるぐらいの値段で買えます。でまあ、プラグインを OBS に挟んで配信されている方も多いとは思うんですが、外に出すことによるレイテンシーの小ささ、それから、より安定して、音声の処理を行えるということで、ぜひご検討いただければと思います、はい、ではですね、実はこのステージ、今映っているステージの後ろにちょっとした録音に最適な部屋がありまして、あの録音ブースではないんですけどね、あそこ、そこに、三日月さんがスタンバイしていただいております、はい、すげえお待たせしちゃって、お待たせしましたですね。じゃあそっちにカメラ、カメラ切り替え、切り替え、ブースの三日月さん、はい、はい、三日月さんです、はい、よろしくお願いします。お願いします。お待たせしてすいません。いえいえ、なんかうだうだよくわかんない話し しててすいませんでした。私も拝見しておりました、はいで、今回やっていただくのは、はい、いっぱいマイクが前にもう絵的にも並んでるんですが、そのマイクの聞き比べをしてもらおうかなと、見てる人に、はい、でなんでそんなことしようかなと思うかっていうと、うんうん、まあマイクちょっといいの使うと音のクオリティ上がるよっていうのをちょっと、まあ、実際耳で聞いてもらって、あの知ってもらうっていうことが目的です。はいはい、じゃあまずそこの手元に今 Mac があるんですけど、はい、 Mac の内蔵マイクって押したらいいですかね、はい、内蔵マイクをもうなってるのかな、あもうなってるっぽいですね、もうなってるっぽいですね、はい、はい、はい、じゃあお願いしましょうか。すみません、はい、じゃあお願いします。すみません、じゃあこのこちらの右側のマイクからでいいでしょうか。ね、今あもう普通の内蔵マイク、内蔵マイク、あはい、わかりました、はい、あ試しに今どこにあるか、石渡君あのカメラで見える、Mac は足元ですかね。 Mac は足元か、あそうそうそう、あんな風に置いてあるわけですね、あんな風に置いてあるの内蔵マイクでこの音今拾ってます。なんで、はい、はい、すいません、じゃあちょっと軽く、すいませんお願いします。はい、すいません恐縮ですが、私のオリジナル曲でやらせてもらいます。あの日それを言えたなら違う道もあった、そんなことばかり考えるまだ、このまま起きて知らぬ空の下、行く当てもなく落
ち着くまで歩こうか。そこの路地裏から君が出てきたとして、結局何も言えないんだろうな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、ちょっとここだと実はあんまりそんなに音の違いが分かってないんですけど、うん、配信見てくれてる人は多分バッチリ分かってる感じなんだと思うんで、はい、でなんか結構思ったより悪くないっていうそう、でも思ったより悪くないんですよ、内蔵マイクよくできてるんで、うんうん、ただ、まあ、多分今聞いてる人なんかすごいサーって言ってんなと思ってる思うんですけど、うんうん、ノイズが結構拾うんで、はい、じゃあちょっと次行ってみてもいいですか。はい、行きましょう。じゃあ、あの一番右のゴッパ、普通のマイクのやつですね。ノイズがめっちゃ減ったってことは今内蔵マイクがオフになった感じですかね、うん、はい、で、あの一番今手前に映ってるマイクですね。あ、ごめんなさいね。じゃあ一回聞いてもらった方が分かりやすいですかね。で、俺の声入ってないのかな、これ入ってるのかな、入ってるのね。あ、これ、じゃあすいません、三ヶ尻さん、はい、もう一度お願いしてもよろしいでしょうか。はい、すいません、同じ曲のところでいきますね。夢から覚めた、まだ午前4時、動悸は激しく、また目を閉じるのは難しい。あの日それを言えたなら違う道もあった。そんなことばかり考える、まだこのまま起きて知らぬ空の下、行くあてもなく落ち着くまで歩こうか。そこの路地裏から君が出てきたとして、結局何も言えないんだろうな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、コッパいい音ですよね。今もう三ヶ尻さんの声がいいっていう話もあるんですけどねありがとうございます。これ見てくれてる人は違い分かっだかな、うんうんうん、分かったと思うんですけどね、さすがに、うん、まああのダイナミックなんで、まあ指向性はちょっと強いんで、こう歌を大きめみたいなバランスなんですけど、うん、はい、あのね、どこのご家庭にもあるんでね、これね、はい、じゃあちょっと今日の、まあ、どっちかというとメインの方行きましょうか。あのあ、待って、次何が立ってんだ。あ、次リューイットの隣、その隣がリューイットの LCT240 っていうのが、はい、はい、四角いやつですね。四角いやつですね、はい、はい、これあのいくらぐらいでしたっけ。2万いくらとかですよね、多分ね。2万円台、はい、はい、まあ、まあコンデンサーマイクとしてはすごいお安いマイクですけど、はい、ちょっとじゃあまたお願いします。はい、夢から覚めた、まだ午前4時、動悸は激しく、また目を閉じるのは難しい。あの日それを言えたなら違う道もあった。そんなことばかり考える、まだこのまま起きて知らぬ空の下、行くあてもなく落ち着くまで歩こうか。そこの路地裏から君が出てきたとして、結局何も言えないんだろうな。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いや、演奏しててどうですか。あの
いいですね。そうですね。いや今聞いててすごい歌がより入ってくるなっていう。なんか歌う側もやっぱりあちゃんと歌おうってすごい気持ち的に変わったなってすごく思いました。うんうんうん、嬉しいコメントです、はい、すごいね。あのやっぱ細かいニュアンス聞こえるといいですね。うん、すごい全然変わりますね、はい。で、まあ、今まで、まあ、PC の映像は置いといて今までこの2本はどっちかっていうとウェルキャノン入力するようなコンデンサーマイクなんで、まあ、オーディオインターフェースが必要なマイクだったんですけど、と次のマイクはちょっと今回はキャノンで接続するやつだけど USB で接続するものもあるという、そうですね。はい、そのあります。左から2番目の銀色のマイクですね。アースワークスのアイコンっていう、はい、そうですね。ちょっと分かりづらいけどねカメラだと、うん、はい。これあれ石原君石原君ピクチャーインピクチャーできたんだっけ。あ違う違う、写真マイクのすいません、あの見た目はダントツかっこいいっす。なんかあそう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 、はい、こんなマイクですね。こんなマイクです、はい。なんでちょっとこのマイクの音を聞いていただきたいなと思います。すいません、よろしくお願いします。ちょっと飽きちゃうとあれなんで2番歌ってみます。 ありがとうございます、はい。照り返す夏、始まりは終わり、また始まった日々に流されて今日がある。あの日は未だ鮮明に、瞳を揺らしてうつむいては恋しくて辛い。このままどこか知らない場所で過去に溺れることが許されるのならば、戻れなくていい、思い続けたい、ただそれだけ。誰にわかる気持ちだろうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、同じ、まあ、コンデンサーマイクではあるんですけど結構ちょっと違うと思うんですよね。なんかサウンドの雰囲気結構どっしりくる感じを、うんうん、芯がね、うん、すごいありますよね、はい。うん、でこれはその USB で直接つながるタイプもあるので、オーディオインターフェースいらない、そうですね、なしで使える、はい、マイクとしてはちょっとお高めですが約4万円ぐらいで、はい、さっきより高いということですね。うん、でさらに最後その一番左側のちっちゃいかわいいマイク、はい、これアポジーのハイプマイクというものなんですけど、これは USB で接続しかできないんですが、ちょっと今回は、USB から、まあ、1回 Mac に入れて Mac の DAW のアウトをこの配信に載せるっていう、ちょっとまあ経由してはいるんですけど、エフェクトとか何かはかけてないので、はい、じゃあちょっとこれでお願いしてもいいですか。はい、行きます。照り返す夏、始まりは終わり、また始まった日々に流されて今日がある。あの日は未だ鮮明に、瞳を揺らしてうつむいては恋しくて辛い。このままどこか知らない場所で過去に溺れることが許されるのならば、
取れなくていい、思い続けたい、ただそれだけ。誰にわかる気持ちだろうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これ実は私事前にはこのマイク聞いてなくて、うんうん、はい、今初めて聞いたんですけど、あ、どうですか印象。いい気がしますけど、ね、十分いいですね。はい、はい、三ヶ尻さん的にはどうですか。大変気持ちよかったです。ありがとうございます。ちょっとこうなんだろう、色気のある感じがするんですね、あの音に。これもお値段が、はい、同じく4万円ぐらい、はい、でもまあ USB で直接つながるマイクとしたらまあインターフェースいらないんでね、うんうん、はい、そうですね、はい、USB マイクってもう世の中にめちゃくちゃありますけど数が。そうですね、その中でも高い部類だとは思うんですけど、うん、でまあ音楽こうやってね、あの弾き語り三ヶ尻さんもねちょいちょい上げてらっしゃいますもんね、動画、はい、動画。そうですね、でも本当にマイクとかちゃんと持ってないのですごい大事だなって思いました今使わせてもらって。あの動画は iPhone の内蔵マイクとかですか。そうですね、基本的に iPhone ですね、はい。なるほどね、そうなんですよ。いやもう全然違いますねやっぱり。そうですね、あれ、ハイプマイクは iPhone にも直接刺さるから、はい、使えますね。そうなんですね、はい、おお。ちょっとこれは今日差し上げ、あ、違う検討します。期待しちゃうから。そうですね、でも iPhone で使えるならね、配信で手軽に、ね、はい、あの三ヶ尻さんがやられてるみたいな、うん、あの弾き語り配信とか、はい、いい音で届けられるとね、うん、やっぱりやっぱいい声いい音で聞けるとあのよりこう伝わり方が違いますからね、うん、違いますよねやっぱり、うん、そうですよね。あとやっぱ手軽さっていうのはいいですね、 iPhone 直接つなげるっていうのはすごく熱いですね、うんうんうん、そしたらもうここのうちのデモ機をもしかしたら、おいいですね。ちょっと今マネージャー承認待ち。めっちゃ期待しちゃうかな。なんかコメントで一本もらえると言われたらどれが欲しいですかって聞いた。お、ちょっと私この一番スタイリッシュなやつが、あ、この銀色の、そうですね、あの、あ、やっぱりどっしりしてる、どっしりしたやつはちょっと良かったなと思ってます。お目が高いですね。はい、今その音、ああ、うん、いい声で届いてるなら、あ、いいですね。なんかちょっとこうカッティング、なんかあの今柔らかいやつだったんですけどちょっと強めなやつとかこのマイクで、うん、すいません無茶ぶり、いえいえ、ワンコラスいっちゃってもいいですかね。いいですよ。いつも泣きたい朝、いつも不安になる、これが私じゃないならいつ私になれるんだろう。あの日の私もその前の私も思い出はいつもこの街で重ねてきた、心地いい虚しさの中で深呼吸してる。夢にまみれて満足してる。平凡を願う東京と私、夕方の下北沢でこう先ちょっとチューニングがあれでしたが、でいいですね、強い音も結構太さが、
確かにどれが欲しいかって言われたらアイコンですね。これあのアイコンは、はい、iPhone は直接つながる？つながりますね。あ、USB タイプは直接いける。お、おお。熱い。本当ですか？お値段も一緒ぐらいだからね。こっちをじゃあおねだりした方がいいんだ。お願いします。はい。社長お願いします。社長。社長見てますか？これ。OK。あ、社長決済出た。マジですか？これマイクの。ちなみにこれってポップガードはこうないじゃないですか、うん、ちょっと俺分かんないですけど、このマイクはポップガード内蔵みたいな感じなんですかね。割と袖に近いかな、あのメッシュの部分、うん、なんかあんま吹かれる感じがないなと思ってて、はい、近く、意外とこれ、あの口元近いのに。そうですね、それはなかったかもしれない、うん、そうですね、なんかそれも手軽で、はい、そうですね、あの形自体がそういう工夫がされていると思っていただいていいかなと。へえ、いいですよね、やっぱいい音のマイク、まあいい音で聞けるとね、あの演奏する側とかもテンション違いますもんね。上がりますね、はい、なんで結構、まあ、これ今ちなみに何もコンプとか EQ とか何もかけてないので、まあ、ここから例えばちょっとリバーブかけるとか、まあ、うんうん、EQ するとかはもちろんする人もしてもいいと思うんで、さっきのあのサウンドグリッドスタジオとかで、そうするとより良くなるみたいな、うん、というマイク聴き比べコーナーでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、でせっかくあのゲストでお越しいただいたので、三日月さん今後の、はい、そうですね、作品公開の予定とかライブは厳しいかな、イベントの予定とか はい、ありましたらぜひあの告知をお願いいたします。ありがとうございます。改めまして三日月まなみですお邪魔しております。それこそですね、今回森田さん、スタジオフォレスタの森田さんのところ で、レコーディングをさせていただきまして、つい先日終わりまして、年内リリース予定ということで予定はしておりまして、あと夏に1本ライブが決まっていて、まあ、ちょっとこの本当にこのコロナ禍でそれこそもう配信をメインでしてるんですけど、マイクを私は持っていない中で、やっぱこのいい音で皆さんにお届けできるっていうのはすごくいい大事なことだなって本当学ばせていただいたので、まあ、そういうのも改めて勉強しつつ、配信も週に1回から4回ですね、お昼の時間帯にツイキャスでやってますので、そこら辺でお会いできると嬉しいなと思っています、はい、よろしくお願いします。あとでうちの今チャットに出てるメディアインテグレーションのアカウントから、はい、その三日月さんのソーシャルの情報とか、はい、共有させていただいてもよろしいですか、ね、もちろんです、お願いします。はい、じゃあだからあれですよね、次っていうか、キンキンからマイクがこう、あ、アイコンになって、うわぁ、本当に配信、ね、されるってことですよね。そうですね、本当に社長決済出てるんです本当に、本当にちょっと僕不安になってますすごいね、はい、いい宣伝にもなります、ね、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。流れ的には何でしたっけ、はい、そしたら次はですね、じゃあ三日月さんありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ次的には流れ的には質問コーナーというところですね。すみません、長々と配信が長くなってしまったんですが、はい、質問がある人はチャットに書き込んでいただければ答えます。何もないと寂しいんで何か書いてください。そうですね、スイッチャーから始まりまして、サウンドグリッドスタジオで、うん、マイクの話とやってきたんですけども、はい、まあ1人もしくは2人ぐらいで小規模の配信というところのテーマの機材を紹介してきました。その中で、はい、何か質問がございましたらぜひ。そうですね、まあ、今回話、まあ、今してなかったなんか音のこととかでもいいですし、全然僕も質問を受け付けている間にちょっと
森田さんの現場のお話をちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、ほとんどの現場が音響担当の人と映像担当の方は完全に分かれてるような気がするんですけど、それを両方ともやってらっしゃるっていうのは本当すごいなと思いまして、やっぱそこのコミュニケーションって重要なんですかね、絵の方と音の方の。そうですね、結構そこがどうしても映像の人と音の、まあ、映像の人の音の考え方と、うん、この音楽系の音の人の考え方って結構違くて、はい、まあまあ、ちょっと言い方悪いけど、映像の音の人、音っていうか映像の方の人の音の考え方としては、まあ、ノイズが乗ってなくて聞こえればいい、うん、っていうぐらい、まあ、ざっくりしてるんですよね、うん、すごく。あとレベルが取れてればいいとか、はい、いい音で聞かせるっていう部分は実はちょっと欠けてるというか、うん、なんで例えば、大体それだと配信とかって、映像屋さん、まあ、映像屋さんが配信も兼ねてることが多いんですね、うん、で配信、まあそうじゃない場合でも映像の方で音をエンベデッドすることが多いんですね、うん、まあこちら、まあ、例えばレコーディングエンジニアで入って、まあ、ミックスして配信ミックスしました、音は XLR でもういい感じにしてありますって渡しました、映像さんに渡したらそこで映像さんが音にエンベッドするんですけど、じゃあそれどういう状況でエンベッド、音を混ぜてるのっていうと、はい、結構な確率でアナログのなんかミキサーに一回入って、あららで、さらになんか謎のレベル調整されて、うん、まあ大体が下げられるんですけど、うん、でエンベッドされて、運が悪いとリップシンクずれてる時もありますし、運が悪いとモノラルになってることも全然あります。本当にそうなんです、ね、あれこれモノじゃんとか、あと左右が逆とかね、うわお、まあ、それはチェックしなかったことのまあミスなんですけど、もうそういうこともあるんで、まあ、コミュニケーションがで意外と、まあ、映像さんも、ね、まあ、みんないい人増えてきたけど結構こうやっぱり厳しい人も多いんでなんかあんまりコミュニケーション取れないこともないですねそういう意味で言うと、まあ、自分は全部一人でや、まあ、見ているので、はい、そういう、こう、なんだろう、無駄がないというか、うん、ちゃんとした音でちゃんとしたエンベデッドして配信までちゃんとして届けられるよっていう、うん、で、まあ、個人的なことを言うと、その音の人もエンベデッドするとこまでは責任持たないっていう気持ちはちょっとあって、あ、難しくないんで、エンベデッドする機材もそうですけどそんな高くないし、うん、まあ、極論言うとデジタルで入れることだってできるんですよ。でもそしたらなんかアナログのそのなんかね 1K とかなんかそういうのでレベル調整してどうのこうのっていうで向こうに調整なんか向こうがなんかでかいなって感じたら勝手に下げられたりとかするん で、うん、であとプラ20、まあ、いわゆるプラ4の概念も違うんで、結構今音楽系の機材のプライオンってすごい音量でかいんですけど、うんうん、映像系はやっぱどうしてもちっちゃいんですよね。なるほど。で、まあ、歪むんですよ、だからフルで出すと、うん、だから結構下げられるんですけ ど、まあ、そこでレベルのなんか配信の音をすごい大きい音で送ってらっしゃるのに配信ちっちゃいなとかよく聞くんで、まあ、そういう意味ではエンベデッドまでこっちでやれたらいい音で、うん、配信できるかなと思います、ね、なるほど、うん、分かりました、まあ、なかなかそう映像と音両方やってる人って少なくて、森田さんの現場お邪魔したことあるんですけど、うん、すごいカメラチームですよね。あ、カメラチームね、カメラチームそれどういうのすごいなんですか。いや、もうここまでやってる機材の持ち込み量とかも含めてすごいなと。でも大体皆さんミュージシャンですからね、うちのカメラチームは、うん、はい、これ面白いんですけど、音楽の人ってこだわる人多いんですよね。あ、ミュージシャンにしてはそうなんですけど、でも映像の人って仕事なんですよね、うん、で、まあ、言い方悪いけど言われたことしかやらない人も多い、はい、でも音楽の人って良くなるんだったらこれやってみようかなとか、なんか何だろう、進んでやるっていうか、はい、言ってないのになんか大変なことやってるとか、そういうのもあるんで、まあ、そういうなんかそれでこうクオリティをみんなで上げていこうっていう感じが音楽系の人は強いなと思います。それが
まあレコーディングとかもそうだと思うんですけど、映像の人はまあそこは結構こうあっさりしてる。うん、そうなんですね。うん、あ、質問が来てますね。三ヶ尻さんのライブ配信を担当するなら、どのような機材構成や音響のセッティングを想定されますかというご質問です。お、機材構成、音響のセッティング、まあ、どんな機材を選ぶのかというところですかね。ああ、音響機材ですかね、特に。そうですね、そうですね、なんか、どんなか、まあ一番魅力が伝わる、声の魅力が伝わるマイクを選んで、でそれをこう適切に EQ コンプ、まあ、リバーブダウンつけた状つけられるものを使ってっていう感じなんで、どれっていうことはちょっとあれなんですけど、難しいですね、この。そうですね。うん、なんか難しい質問でしたね。しかもそれで質問がそれ以外ないというね、この寂しい感じね。なかなか、そうですね、質問、なんか質問しづらい状況になっちゃったかな。なんかあると嬉しいんだけど、なんかないかな。なんか、そうですね、あとなんか、あります？山口さん的な質問。質問ですか？はい。いつもね、なんか裏話みたいな話なんですけど、はい、森田さんめちゃくちゃ忙しいんですよ。ああ、その現場でってことですか？はい。あ、もう現場めっちゃ続いてますよね。そうですね。はい。打ち合わせって何回ぐらい、どんな時間取ってやるのかっていうのがすごい期待です。ああ、配信のね。はい。あ、まあ最近でもこのオンラインでできるようになったからちょっと楽な部分はあるんですけど、大体でもまあ何かプロジェクトがやります、やりたいです、やりますって発足して、まあ早い段階で一回みんなで関わる人のメインの人が集まって打ち合わせ一回します。で結構あとはまあ台本なり何なり上がってくるの結構直前なので、はい、うん、まあ、本当に1週間前にもう1回会って、あと本当に直前2日前とかにあるとかいう感じですかね。まあでも、まあ、案件によっては本当ほとんどメールベースでちょっとやり取りするぐらいとかもあるんで、まあ、音楽ライブとかはほとんど大体適当ですね。そうなんです。スタジオライブとかもなんかもうざっくりしてますね。うん、そこね、モーションモンスターの件を聞きしたいです。あ、そうですか。あれ見てた人がこれを見てることがあるんですね。じゃあ、何だったっけ、どんな方だっけ。あ、本当に、あ、あ、ドンチョ、それね、配信が落ちないようにどういう工夫してるか。はい、どういう工夫してるかっていうと、うんうん、規模が大きいセミナーの配信とかイベントの配信の時はだいたい同じシステムを2セット用意するんですね。うん、で、カメラとかもはさすがに1セットですけど、特にこうメインのスイッチャーとなるようなものは、2セット用意することが結構あります。で、まあ、最近 VMIX っていう、まあ、あの NDI も使える配信ソフトを使ってるんですけど、まあ、それを使ってる理由はいろいろ画面構成を細かく変えられたりとか、まあ、そのすごそうあの NDI を取り込めたりとかメリットが多いんでそれを使ってるんですけど、 PC ベースなんでちょっと怖いなと。なんで全く同じ PC、 ほぼ構成同じの PC がもう一台あります。なるほど。それを、切り替えられるようにしていて、でカメラとかどうやって分けてるかっていうと SDI ルーターっていうものが、まあ、ブラックマジックから出てるんですけど、うん、そういうので分岐させて、でマスターとなるスイッチャーがまた別にハードウェアであって、でそれに入っている状況で、 VMIX が2台ともそれに最後プログラマーとか入ってて、うん、まあ、すぐ切り替えられる、うん、でそれはそのスイッチャーというかマシン部分の、まあ、そういうこうバックアップとしてやっていて、はい、配信の方はさらに、まあ、メインとサブの配信機器が用意してあって、なんならもう1台あります。
最後の 最後の最後やばい時用みたいな。なるほど、完全なバックアップ体制 で臨むということですね、はい。まあ、あとはネットも、有線 LAN が2箇所2つ回線あれば、その2回線を使わせていただく、うんうんうん、で1回線しかない場合はもう1回線はモバイル系の、はい、そういう送出するものがあるので、うん、だいたいそれを借りて、うん、まあ落ちてもいいようには必ずしますね、うん、ありがとうございます、はい、ぜひその辺はね次回の29日の、ね、そうですね、どっちかというとそっちの話になっちゃいますかね、お聞きしたいかなと思います。あと1個ぐらいでご質問の方なんですが、配信システムを組む場合にスイッチャーに入力した音を配信するのか、別途オーディオインターフェースを用意してそこに入力した音をソフト上でエンベデッドするのか、どちらが選択されてますか、うん、これはほぼほぼ 100% スイッチャーに入力した。スイッチャーに入力っていうと若干まあ語弊があるけど、そういう、PC では混ぜないです。 PC では混ぜない、はい。まあ、理由としては録画したいんですよね、放送の配信出す映像と音と全く同じものを録画、うん、ローカルでしたいんですけど、それを PC 上で音を混ぜちゃうと、まあ、PC でしか録画できなくなってしまうんですよね、うんうんうん、例えば OBS でもそうですけど、はい、ワイヤーキャストでも、でもそうすると録画1個しか撮れないじゃないですか、うん、当然そこもバックアップ、はい、絶対に2つ回すんですよね、うん、絶対止まることとって100% ないとは言えないので、なのでそうするとスイッチャーで混ぜてあげないと、まあ、音がそうですよね、分岐できないの で、うん、だもうほぼほぼ 100% に近いですね、そこは。はい、スイッチャーで混ぜますと、混ぜると、はいはい。あ、これ面白い質問ですね。 YouTube ライブだといわゆるハズレの配信サーバーに当たった場合、配信が途切れることが多い、これ事実なんでしょうか。そういった場合の対処法ってあるんですかっていう。ハズレサーバー、これ本当分かんないんですけど、分かんないですよね。そう、確かになんかやたら今日は止まんなとかっていうのがあって、うん、でもそれは多分どのサーバーを使ってるかなんてやっぱ分からないから、まあ、対処法は本当番組最悪作り直すか、うん、でも大体途切れるとかなんとかって時は設定か何かが間違ってることが多いですね。よく聞くと途切れてるんだよねって聞くと、それ設定どうなってるって言ったら、あ、そこの値違うよとかそういうのは結構あるんで、まあ、あと、送り出しのネットの環境、はい、もう Wi-Fi は絶対ダメですね、ほぼ、うん、だいたい Wi-Fi は全然入ってるスピード出てるよって言うんだけど、配信には向かないですね、継続的な。なるほど、はい、あ、はい、お時間が、はい、業務連絡は、はい、そろそろやめろと、ありがとうございます。あ、ジャズボーカルの方が、ほう、今日のマイクでおすすめを探しているコメントが、僕がミスってるってことですね。僕が取り逃がしてますね。どこにある、あ、本当だ、今日使ったものでおすすめのマイクありますか。あ、ジャズ系のボーカルってことですね、はい、多分イカジリさんも気に入っていたアイコンじゃないかとは思います。アイコンはやっぱり上から下まですごくしっかり撮れるので、ジャズ系のシンガーにも合うと思いますね、うん、はい。逆に言うとアースワークスで4万円って最安ね。あ、言われてみればそうですね。なんか確かにアースワークスってもっと高いマイクのイメージなんですよね、まあ、だからそういう意味ではサウンドはそれに近いというか、うん、やっぱりいいマイクなんで、うん、じゃあ、はい、ありがとうございます。よかった質問来てくれてはい、まあ、どこですかね。うん、他ご質問ございましたらどんどん書き込んでいただきたいんですが、はい、まあそろそろ、まあそうですね、2時間を経とうとしているすいません、長々と、はい、
お楽しみコーナーに行っちゃってもよろしいですかね。はい、行きましょう。行きましょう。はい、じゃあ画面をちょっとまた私の Mac に切り替えていただいて、プレゼントコーナーやります。でこれちょっと瞬発力が必要なキャンペーンなんですよ。そうなんです、初めて聞きましたなので、はい、皆さんあのウェブブラウザー差し上げておいてくださいね。マジっすか。はい、これあ俺は参加できないね先着、はい、ある URL を公開しますので、はい、そこに先着20名の方だけ、あの弊社の MI オンラインストアの2500円分のクーポンを、申請します。先着なんですか。先着なんですよこれが。それサーバー、サーバー落ちないですかね。大丈夫ですかね。多分20だから大丈夫です今見ていただいてから60名くらいなんで大丈夫かな。大丈夫ですかね、はい、すごいですね。でも先着でクーポンプレゼントって初めて聞きましたあの配信で。でも面白いですね。本当見てる人しか参加できないですね。そうなんです、リアルタイムで見ていただいている方限定でございます。すごいですね。じゃあ今、うん、じゃあもう iPhone で今これ見てる人も、はい、ちょっと PC 立ち上げて、はい、すぐ押せるようにした方がいいですね。はい、今 QR コードとあとチャットの方に URL を貼り付けますので、それを早い方法でコピペでもいいですし使って、E メールとね、あのニックネームだけ入れていただければいいんで。あ、それを入れるところまでで先着。はい、そうなってます。なるほど。じゃあでそうすると20名、20位以内に入った人には、勝手にクーポンが行くんですよね。これね、行くようになってます、設定されてますので。すごい、争奪戦ってことですか。争奪戦です。これいいですね。ありがとうございます。あのなんかこのスライドをめくるとその URL が出ちゃうんですけど、あ、出るんですね。ちょっとじゃあそれでもなんかカウントダウンして、ちょっと皆さん準備少し待った方がいいですね。はい、なんかね、大丈夫ですか。皆さん URL コピペできる準備はできてますでしょうか。はい、2500円っていうことは何が買えますか。ウェーブスのプラグインが今ちょっとね、あのプロモーションの値段覚えてないんですけど、とにかくシングルプラグインで、そうですね、3000円に税込み、うん、税ぐらいで買えちゃうんで、おほぼほぼさっきのクリエイターキットはいくらだったかな。そっか、今手元にないな。あの僕営業なんですけど、ウェブスの価格が変わりすぎて覚えられないんですよ。そうですよね、はい、あ確かに変わり、もう定価わかんないです、はい、正直、はい、安いことだけは間違いないです。お、あ、いいですね。ってことは2500円のクーポン使うとほぼほぼ1900円、1000円ぐらいでそれはプラグインが買えちゃうという、はい、いいですね。もちろんあの何でも使えるから、マイク欲しかったマイクに使ってもらってもいいですし、うんうんうん、期限はないんですね。期限は特に設けておりません。お、はい、じゃあご準備の方よろしいでしょうか。あ、もう一個、あ、もちろん1回しか使いません、ね、はい、それやばいですね、ループ、はい、おかわりできるとかやばい、はい、ちなみにこれ、はい、例えばブラウザを2個立ち上げてて2人こうそういう人いないと思うんですけど、同時にバカーッとかってやる人いたら、それは2人ゲットちゃうんですね。そこの対策ができてる可能性はちょっと同じ IP からはアクセスできないわけじゃないですよね。わかんないです。まあ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 、まあ、じゃあもう出しちゃいます、はい、じゃあカウントダウンでいきましょうか、はい。じゃあ皆さん、はい、いいですか、はい、じゃあ5秒前でいきます、はい、じゃあ5秒前4、3、2、出た、こちらでございます。 QR と、URL が出ております。これもう分かるんですかね、このパッと。はい、あのうちのスタッフが裏で見れてるので、どれくらい入ってるかっていうのが分かるはずですね。すごいですね。で、これは20名に達した時点でごめんなさい、もう終わっちゃいましたっていう表示になるので、まあ今ご応募いただければと思います。お、いけたっぽいっていう人が、お、お、いけた、あ、もういいですね、もう終わりました。あ、もう終わった、もう閉まっちゃいましたあ早っ、はい、まあまあそうですよね、はい、だって
一応見てる人数それなりに多いですからね。そうですね。お、でもなんか意外とコメントくれてる。やった。ぜひね、ウェーブズのプラグイン、はい、使ってください。これ使って、クーポン使って、うん、はい、スライドもう戻していいってことですね。じゃあまた2人のショットに切り替えてもらって、はい、ありがとうございます。すごい皆さん、おい、すごいいただきましたっていうコメントが、かなんか今まで一番チャットが盛り上がってんじゃないかってあ、また29日もよろしくお願いしますと。それはこのよろしくお願いしますっていうのはクーポンのこと言ってるのかね。もしかしたらもしかしたらねえ、これ29日も何かあるかな。あですね、何か用意しないといけないです。これはそうですね、はい、29日も争奪戦ね。争奪戦すごいこうになるのか、まあちょっと分かんないです。まだ、うん、まだね、方式は決まっておりません、正直。はい、はい、いやいやいや、ありがとうございました。だいぶコメントもいただけて。そうですね、はい、毎回やってもらえればポイントかなり貯まりますね。そうですね、それだけ1年間の配信で貯めたクーポンで、はい、買うプラグイン、弊社の予算が続くのかどうかというところですが、はい、はい、ちょっと29日は、うん、もうちょっとちゃんとします。今日も中はい、十分ちょっとなんか、はい、そうですね、僕らの、まあ、準備不足もありましたよね、はい、ちょっとありましたんで、はい、すいません、申し訳ないです。申し訳ないところがあるんですけど、まあ、もうちょっとあと、まあ、難しい話も29日はできると思うんで、結構音の話とかになると結構難しい話になりがちなんで、うん、ちょっと今日避けてた、はい、ところが結構あるので、はいはい、逆になんかこうあれですかね、29日聞きたいことを募集しといたらしたら、ああいいですね、はい、じゃあなんかうちのツイッター上でも何でもいいんで、ね、ちょっとやってみたいと思います。そうすると聞きたいこと募集を事前にやってみたいと思います、うん、基本は NDI 周りと、そうですね、最初 NDI 周りを解説して、うん、まあ弊社の専任のスタッフも出てくるんですけど、はい、その後今日配信に実際使ってるんですけど、ウェブスの LV1 っていう、うんうん、あ、そうですね、はい、さっきのサウンドグリッドスタジオの親玉みたいな、ね、親玉みたいですね、はい、それの説明がメインになってくるかなと思います、うんうんうん、はい、まあ、あとなんすか、ね、今日はあんま説明触れなかったけど、今日の配信で使ってる機材って触れた方が良かったんですかね。時間の都合上ちょっと今日はその予定はなかったんですけど、うん、まあ次は触れられたら、うん、そうですよね、まあ、NDI でね送ってるっていうのもあるんですけど、はいはい、まあ、ちなみにカメラは全部今日ブラマジです。この正面はなんと 12K です。ちょっとまあ HD ですけど、 12K カメラを使ってて、多分配信で 12K 使ってるのここだけじゃないって感じですけど、はい、そうですね、 12K やばいですね、うん、もっとなんか 12K を活用したいですね、はい、で他は 6K と、お、あ、そうですね、それでちょっとカメラこれよっていう、ちょっとですね、今よいしょ、会場の様子が寄れるか現れるか、あ、あのこのこれが 12K カメラ、あ、ピンとか、あ、ほらちょっとうっすら 12K って見えるでしょ12K カメラです、ブラックマジック、はい、で、あとは 6K と 6K プロもあるのかな、 6K が2台ありましたよね。そうですね、あと 4K、はい、さっきのあの歌唱のところは 4K の方ですね、うんうん、ポケットシネマなので全部裏マジのカメラでやってます。で、ラットを全部当ててます、あの持ち込みのラットを当てて、なんで、まあ、ちょっと最近やってたあのメディアインテグレーションさんの配信とはちょっと感違う気がする。そうです、カメラがあの違いますね、雰囲気、あのなんか色の感じが違うと思います。多分もう本当にありがとうございますなところは、まあ、色味を森田さんに揃えていただいたの で、 そうです、ね、はい、ここはすごい助かってます、はい、違和感なく見れたはずです、はい、なんでそうですね、まああとはなんだろう、まあ、音はその LV1 を使って、はい、今日は使ってますね、はい、まとめて配信してます、はい、まあ、スイッチはトライキャスター、
配信送り出しは AJ のヒーロー、はい、です。はい、ま、そんな感じでお送りしてきましたが、はい、締めに入りたいと思います。はい、そうですね、今回初めてラッシュハブという、渋谷神南の、ロックオンの下にあるスタジオからお届けいたしました。で、また再告知にもなりますが、次回はですね、同じ森田さんに来ていただいて6月29日火曜日の15時から配信をいたします。こちらの URL もチャットに貼り付けておりますので、そちらはもう本当業務お仕事で、配信をやってらっしゃる方にも納得いただける、もしくはもうためになる内容でお届けをしたいと思います。プロ向けの回になります。こちらの方もぜひご視聴いただければと思います。それでは、あ、三ヶ尻さん最後 ご登場もいただくことはできますかね。ありがとうございます。三ヶ尻さんはまだいらっしゃいますか。はい、もうあ、いらっしゃった。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。ちなみに全然すると 次は多分ないと思う、ないかもしれないんですけど、三ヶ尻さんの時の時カメラ動いてたと思うんですよ。はいはいはい、これ無人でやってて、すごい、え、そうだったんですね。今日スイッチャーを頼んでる人が、器用なもので、すごい、DJI の浪人を、あーホースモバイルっていう機能があるんですよ。スマホでこうね、これスマホでやってるんですよ。すごいですね。そう、そんなことができるんですね。ワンオペワンオペで、そう、あそこでね、彼がスイッチングしながら手元でねスマホを持ってるんですよ。これスマホでできる、これで自分で自分を変えるっていうね謎のことしてますけど、それでこうするとこうスマホを動かすと動くんで、まるでカメラマンがそこにいるから、うん、でこう正面、これも固定なんだけどズームを彼の手元でやってます。へえ、くるくる動いてます、はい、これ一人で全部やってます。すごいこう究極のワンオペですね、うん、はい、ここまでできちゃうと、はい、できちゃう、はい、極めるとここまでできる、はいはい、素晴らしい、はい、はい、それではそろそろ終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。